はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。本日は水曜日、面白福祉の時間です。今日は、全盲の人に電車の席は譲るべきですかというお話をしたいと思います。この電車の座席問題はね、このチャンネルが始まった当初、もうかなり前に一度取り上げたことあるんですけれども、だいぶね、それから時が経っているので、改めて電車の席譲り問題について考えたいと思います。私たち視覚障害者は、ね、目も見えないし、足も不自由だという方も中にはいらっしゃいますよ。でも、私とかね、やっぱりほら一応マラソンも走れるし、一応というか、走れるし、足腰は丈夫なわけですよ。バイオリンも弾いてますでしょ、立ってね、だから席は譲らなくてもいいって言えば譲らなくてもいいんです。ただ私は譲られた席には座ることにしています。それはなぜかというと、私たちは座らなくても大丈夫です。ですけれども、空いてる席が分かりません。ね。席が空いてるけど誰も教えてくれないということ、めちゃめちゃたくさんあります。ですので、譲られた時ぐらいは座らせていただいてもよかろうということで、譲られた席には座ることにしています。もちろん、譲った人の行為を無限にしないという思いもあります。さすがに次の駅で降りますとかいうときは、ありがとうございます、でも次なんでって言ってお断りすることもありますけどね、で、そうなんです。そういうことから言うと、普段座れないんだから席譲ろうかなっていうことで視覚障害者に譲っていただくのはすごくありがたいです。そうだから、つまり空いてる席とかを誰もが教えてくれるような世の中になれば、視覚障害者に席は譲る必要はないんですよ。ある意味、席がどこも空いてなくて、視覚障害者杖をついて入ってきた人に、今席どこも空いてませんよって椅子に座ってる人が教えるみたいなね。それはひどいことじゃない世の中になるじゃないですか。席が空いてるところを誰もが教えてくださるなら。目の前の席がね、ずーっと空いてたんですよ。ずーっと空いてて、ずーっと私の前に立ってて、ある駅で人がダーって来て、私の横からダーって入ってきて、その席に座るみたいなね。そういうこともあるんですよ。一言くらい教えてくれれば座れるのにな、みたいな。そう。皆さん席譲ってくれますでしょうって言われるんですけど、ほとんどね、一人でいるときはね、譲られないんです。ほとんど。で、これが不思議なもので、私が誰か見える人と一緒に歩いてると、譲ってくれるんですよ。つまり、私たちに声をかける勇気がなかなかないんですよね。私と一緒に歩いてる人に向かって、どうぞって言うんですよ。ですけど、私たちね、別に目が見えないだけで普通の人と一緒ですから、ね、全然普通に声かけてもらえると助かるんですけどね。そう。あと、やっぱり、空いてる席は、やっぱり、教えてほしいですね、ということで今日は全盲の座席問題をお話しさせていただきました。いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。